どうもおはようございます、藤夏健でございます。さあ、今日はですね、広告で見かけたコンビニマスター、片付けの王というゲームやっていこうと思います。まあ、広告で見た感じで、ね、なんかよく広告で見るこう3つ集めたら消えるよみたいな感じのゲームやったんですけど、お、大体ああいう感じのやつで詐欺なんですけど、これ本当にそういうゲームっぽいですね。あー、なるほど。なるほど。あ、手前のやつがなくなったら奥のやつが動かせるようになるっていう感じですね。オッケーオッケー。あ、いいね。こういう類のやつが本当にゲーム化されてるの初めて見たぞ。もうちょいソシャゲ感があるとか、なんかそんな感じかと思ったけど、これは理想ですね。とりあえずまあ3つ集めて消すだけ。まあ、実際にこういうゲームがあったとして、果たしてどんな感じで難しくなっていくのかとか、まあ普通にやりゃ簡単ですからね。広告の指の人めちゃくちゃ下手なんですけど、まあこんなもん普通にやってりゃミスのしようもないし、まあまあまあシンプルゲームって感じで、まあ僕はこういうのは好きですけどね。よしよしよし、オッケー。あ、でしかも何秒でクリアしたかとか出るんですね。上が、時間制限だから、5分以内に、クリアしろみたいな、まあそんな感じですかね。オッケーオッケー。まあまあ、どんなゲームかはもう一瞬で把握できたので、もうガンガンやれるところまでやり込んでいこうと思います。さあ、ここから20倍速でお届けします。最初はですね、本当にただ3つ合わせるだけのチュートリアルだったので退屈な感じが続くのかなと思ってたんですが、まあステージが進むにつれてですね、棚の数が増えてきたり、あとは商品の種類が増えてきたり、であとは動く棚が出たり、鍵があって鍵を開けないと開かない棚が出てきたりと、まあいろいろギミックも増えて、でまああと1個だけ腹立つことに、最初は全然出なかった広告がね、クリアするために出てくるようになったよと、広告まで増えるんかいってね、まあまあそんなのもちょっと多少はありますけれども、まあ、ゲームとしては非常にいいゲームなんじゃないかなということで、まあ時間を忘れてずっと楽しめましたね。はい、今ステージ22ぐらいまで来てるんですが、ギミック的にはもう見たことがあるなっていう、新しいやつはもうなんか出てこないのかなというような感じになってきました。真ん中でこうぐるぐる動いてるやつは、まあ、右端終わったらまた左から出てくるみたいな、感じなので、ちょっと待てばね、出てきますよと。で今鍵開けたので左下が解放されてみたいな感じで、今のところ難易度が激烈に上がるぞみたいな、なんかそういう雰囲気はないですね。どちらかというとこれ本当に暇つぶしで、ちょろ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 やっていくようなゲームなのかなというような感じですね。ただやってて全然退屈じゃないし、種類も結構あるんでね、簡単すぎることもないんですよ。ただまあゲームオーバーにはならないですけどね、どうやったらゲームオーバーになるんっていうような状態では今ありますが、まあこんな感じですね。そんなに3つあるの見つけて、まあ見つけるゲームですね。まあ広告で見てるとなんかすんごい面白そうには見えるんですが、まあ普通にやってみるとそんなに難易度が高くないので、まあ作業感は多少否めないものの、楽しめはする。はいはい、終わり。はいはい、一上がりね。このレシートの感じがいいよね。なんで3つワンセットでしか買えねえんだっていうのはありますけど、よしよし、ここまで来ると楽しいよね。こうサクサク消していけるんでね。これで、レベル52突入しました。商品がですね、一新されました。一新されて、なんか見慣れた図柄がなくなってきて、まあ、徐々にまあこっちの方にも慣れてきたぞっていう感じではあるんですけど、なんかね、商品数がかなり増えたので、こんだけ、棚にあっても3つあるのを見つけるのが、ちょっと困難ぐらいの感じですかね。3つあるやつ見つけて、まあ、とりあえず、まあ、こんな感じで、ひっつけるだけのゲームではあるんですが、まあ、3つあるぞっていう商品を探すのが何気にむずいんでね。まあゲームオーバーにはさすがならないですが、まあ1ステージ1分切ってクリアできてたんですけど、今はもう
2、3分かかるぞぐらいの、感じになってきてます。なんかね、こんだけごちゃごちゃしてくると本当にあの作業の感じが、出てきてますが、まあ相変わらずこのね、あとちょっとってなった時に、サクサク消していく感じが、楽しいぞみたいなね、まあ、そんな感じはありますわね。もうここまで来るとあとはどの棚に後ろに隠れてるかっていうだけなので、まあこうですね、後ろの方をなるべくこう出してあげることにより、いい感じですね。さあ、まあ激ムズステージがね出てきてくれるとありがたいんですが、まあ今のところはノーミスノーアイテムで来ております。よし、残り3分の1。ただちょっと難易度が、普通に、上がってきてます。難易度というかなんかこう商品の詰まり具合が、なかなかすげえぞっていうのと、奥行きがかなりできてきたので、うまいことね奥のやつを、出現させていかないと、なんか3つにならんぞみたいな、まあ、そんな感じですかね。トウモロコシ3つある。あー、コーヒーもいける。奥コーラもいけるんだけど、ちょっとでもさ、空きスペースが少ねえ。いやー、クマちゃんサイダーがパッと出てきてくれればありがてえけど、あれこれもう無理臭くねえか。コーラじゃダメ。ちょっと待って、マジで配置、あー、トウモロコシここおる。ちょっと待って、これ出した瞬間、おー、積み、あはーん、なにこれ、ちょ、初めてゲームオーバーになった。もうこの広告は甘んじて受けよう。いや、ちょっとまさか、ゲームオーバーがあるゲームだとも思わずにここまでやってきましたね。で、どうやら、さっきとは多分違う配置なので、クマちゃんサイダー絶対さっきなかったんで、毎回だから運の要素も多少はあるかな。もちろんね、ちゃんと PS が高い人ならゲームオーバーならずに絶対いけるんでしょうけど、まあ、運で行きやすい行きにくいはあるのかなと。ただちょっと待って、今回運がいい方で話してたけど、もうきつくねえか。ちょっと待って、もう今空き容量2つしかないから、こことあと上のしゃもじしか無理でしょ。ロールケーキとしゃもじしかいけないのよ。もう新たなやつが出せへん、2つしか空きねえから。で、うん、だよな。あれ、ちょっと待って、これもうぬるっと積んだんじゃない。今もうちょっと俺でなきゃ見逃しちゃうねなんですけど、もう積んでる、これ積んでますよ。何しようとももう奥が出せないから、そうですね、ロールケーキとしゃもじの後ろもミルクなの見えとるし、いや、もうこの時点でゲームオーバーって出てほしいね。なんか自ら終わらせるまでゲームオーバーにすらさせてあげませんよって。あ、アイテム使えばいいのか。アイテム使えば一応まあいける道はあるけど、なんかアイテム使ったら負けな感じがするので、ここはまあおとなしくぬるっとゲームオーバーなりましたよということで、ここはもうね、これはもうしゃあない、積んでいきましょう。もううるせえよー、これやべえじゃねえか、ストーカーじゃねえかこんなの。あれ、ちょっと待って、このステージちゃんとやればいけるって勝手に思ってたけど、これ無理くねえか。このステージめちゃくちゃむずいぞ。67でこのむずさやから、100まではね絶対やらないと動画にしないつもりでいたけど、これやばい、これむずいぞ。あ、オッケー、いけた、多分これでいけた。こんだけスペースができたら、さすがに大丈夫でしょう。あとは分からないことです。なるほど、まあとりあえず今分かったのが、消すときに奥になるべくスペースがある場所に誘導して消す、それをしないと、ダメでしたね。それに気づかず、ただ最短手数でここで消せるからで消してたら、まあ痛い目見るぞと。ああ、なるほど、ここにあるのね。はい、OK です。
あ、間違いないね。やっぱちゃんと難易度上がってるね。あのもう後ろの空きスペースがあからさまに少ないから、なんか可愛いこのグラフィックでね、子供とかあのお年寄りでも楽しめますよっていう、雰囲気だけ醸し出しながらも、ある程度進んだらあの牙を剥いてくるタイプの、鬼畜ゲームの可能性が出てきた。ちゃんとパズルゲームになり始めましたね。ただちょマジでさ、商品の種類がえげつないのよ。えげつないからさ、3つがねえのよ、とりあえず。それは運なのかもしれないけれども、あー、これダメだ、もう多分いけない。空き3個しかなくて、3個の後ろで効果的なやつがねえ。しゃあねえか。とりあえずちょっと1回も使ってなかったアイテムを使っていこうと思う。シャッホー、 OK。 あー、これでうーん、あー、これはいけそうだな。ちょっと待ってね。あー、ちょっと待って、やばい、時間がない。あー、ちょっと待って、時間あんま気にしなかった。ちょっと待って、いけるやつ、いける。ちょっと待って、ちょっと待って、あー、やばい、もうあと10秒しかない、10秒しかない。ちょっと待って、あー、もうこれ、これ無理じゃないです。アイテム使ったのにさ、もうちょっと使わんかったらよかったアイテム。はい、レベル100が、もうさすがにこっから失敗することはないかなと。下の動くコンベアも、コンベアの方で3個集めても、消せるので、もうミスりようはないかなと。とりあえずなんか60ぐらいが、レベル60ぐらいがなんか一時期むずくなってたんですけど、そっからまたなんか、簡単になったりと、難易度に結構ムラはありました。で、なんかこうシャッターが閉まるギミックだったりとか、まあ、いろんなギミックが本当用意されてて、ゲームとしてはこれマジで、なんか暇つぶしでなんかゲーム探してるみたいな、そんな方には非常におすすめできるゲームじゃないかなと思います。でちょっと驚いたんですけども、今ね、これ100ステージまでクリアしましたよっていう感じなんですが、これどんだけあるんだろうと思ってやってみたらですね、まだある、850まであります。しかもハードって書いてあるやつが、何個かあって、まあハードちょっとやってみたいなとは思うんですけれども、今100までクリアしてて、最初に出てくるハードが、179なんですよ。まだあと3時間以上かかるわ。ということで、このゲーム興味が湧いた方、ぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。